フライヤーは兵庫県明石市からお越しの山下一郎さん、制作の山下さんご自身です。まず見どころです。まずこの機体は戦後初めて日本で製作されたジェット応援機器ということで、富士 T1B というですね、新型の1号機ですね。ちなみにこれにあったジェットエンジンというのはあったんですか。サノキーが本格化らしいです。じゃあそのエンジンはその当時何かあったんですか。エンジンはこのモデルなんですけれども、もうすでに12年間ですね、製作を続けておりまして、まだ完成に至ってないということを、戦後初のジェット練習機ということで、これは富士重工が戦後初めて開発して48年間ですね、現役で飛ばしたということで、富士重工の前身、これ中島飛行機ですが、中島飛行機の安全設計、パイロットの命を守るという安全設計を操縦してですね、開発されたジェット練習機でございます。当時T33 等ですね、練習機等あったんですが、この T1 については、前後の座席位置、これを後席の共感席を 120mm 上に上げてですね、安全性を確保したということで、あります。左から、進入してきております。シルエットはまさしく雪の T1 のシルエットですね。さすが F4C に参加しただけあって、実機のようなロールレートで素晴らしいロールでした。ちょっとトラブルがありましたので、着陸に入ります。質問しいでしょうか。着陸の前にですね、キャックダウン、フラップダウンを確認のために一度合格しています。それでは、着陸態勢に入って着陸に入ります。もちろんこれはブレーキも付いております。はい、素晴らしい着陸でした。レンのカービンエンジンということで、当初5分の1で作ろうという計画があったんですが、あまり大きな推力のエンジンがなくてですね、ベンチテストでは8キロ、実測値で 7.4 キロの推力のエンジンを搭載したということで、最終的には5分の1スケールの T1 の設計に落ち着いております。そうすると実機よりも推力はどうなっているんですか。